グモイ。なんで英語ない。なんか一瞬入りましたね。あ、一瞬。なんか降りてきましたね。ほうほう、なんか分からんけど。よう分からんな。分からん俺自分でも。な、うん、自分でも最近よう分からんやろ。ずっと分からへんで。いや、ずっと分からへんねんけど、うん、分からんなりに分かっててん。変なやつやって。あ、今な、だから分からへん部分は多々あるな。そうやろ。うん、考えへん。そんなんちゃうかったのにっていうこともいっぱいあるやん、なんか知らんけど。どういうこと？知らんけど、なんか、ええやつになってみるときもあるやん、なんか知らん。ええやつやねんって。ちゃうかったやん。最近、子猫こうてるもんな。うん、猫かわいいわ。昔は猫は食うだけやったやん。アホか、お前。材料やん。あんなもん食えるか。あんなもん酸っぱいねんぞ、猫の肉で。普通なんだ。知らん、聞いた。いやいやいや、さっきさせてこない。そうそう、気になって、それ何なの。これね、南野ちゃんの第二次世界大戦という映画ございまして。はい、映画、うん、私出てます。おお、はい。何の役で。知事。あかんやろ、知事。知事、行政のトップ。そう、吹越さん、吹越充さんが主役ですが、はい、この方が市長で、その上の知事で。あかんやろ、うん、苦情出るで。いや、お前を知ってる人からは苦情が出る。いや、俺本人からも苦情出したかったせやろ、うん、あかんやろ。いや、俺これはね、うん、ちょっとまあ見てもうたら、まあ、うん、なんかシュールな映画じゃん。シュールな映画、なんかタイトルちょっと硬そうなタイトル。そうそう、なんかちょっと戦争と絡んでるんやけども、うん、戦後のこのいろんなことがあったというこの、あの古傷を持ってる方々のこの話みたいな感じ、うん、多分俺もあんまり知事としてはちゃんとしっかり役どころとしか出どころまでしっかりあるある、セリフもちゃんとある、あるあるある、おあるある、うん、まあ、ざっくりと、まあ、いいもん悪もんで言うたらどっちなの。せこい悪もん。小さい悪もん。せこい悪もん。極悪じゃない、ちょっとせこい悪もんみたいな。いいもんは絶対無理やもん。そうやね、でも中途半端やんこれって俺思ったのよ。で、何がどう中途半端やねん。そう、役的に知事が、うん、何がしたかって。いや、なんかもっと分かりやすい方がええやん。しかもこれ役人とか、そうそうそう、分かりやすい役人とか、そう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 、これ標準語やねん。あ、無理やん、うん、これな、マジでな、俺なんちゃうねん。架空の都市を、まあ言うたらメインでやってる。いくつの都市の役をやってる。都市は関係ないと思うねん、多分、うん、そんなに。けど、架空の都市やねんや、うん、ほんで、一応、まあ、堀子さん主演でやると、うん、ほんで、ロケが淡路島、まあ地元やわな、うん、ロケであると完全に関西弁は多いかな。そうそうや、うんうん、台本送ってきてるの来たんと、うん、な、ほんで、まあ見ます、うん、セリフもちょっとあんねん、うん、ほんで、まあまあ、重要なポイントっていうか、なんやろ、まあまあ、キーポイントのところあるわけよ。うんうん、まあまあ、おお、なるほどねって思ってたわけ。ほんで、まあ、これ関西弁やし、うん、まあ、こんなんいけるやんって思って、電話してん、この監督の方に。うん、河合君と。はい。ほんで、これ。知ってるの？ん？そう、電話するぐらいちゃんとしてる。そう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 、電話して。ほんで、うん、届きました、つって。うん、これ、あの、関西弁でええやんな。標準語ですって言われて。俺、寝込んだんや。なんでやできるかな。セリフだけやろ、でも言うたら、うん、あのな、難しいわ。アドリブとかは標準語じゃないんやろ。もちろんもちろん。セリフよ。いやいや、だからセリフよ。急に関西弁になったら おかしいからね、統一しとかな。で、な、やるやんか、うん、なんとか練習したんや、ほんまに。1週間しかなかったから、うん、むちゃくちゃ練習だよ、毎日珍しく、うん、ちゃんとし、うん、さあ、真面目や、そんなんや、俺時代とな、橋田君ややから、ちゃんとやろうやったのにや。ところが、いざ本番始まりました、はい、カメラ前にしました、はい、やっぱり出るね、関西弁が。どっか、ニュアンス的に。あ、ほんで、自分でわかるやん、あ、やってもなって。ところが、OK ですって言われたら、バレてないやんかって思ったわけ。あ、よかった、バレてなかった。ほんだら、まあ、電話かかってきて、うん、明日朝6時半に集合お願いしますって、うん、そこだけ取られねん。それ、お前どこだけ、うん、他の人にも迷惑かけへん。かけへんね、まあ、俺だけやね、なんのまた夜中、それお前ずっと練習で酒入っとるから。どうでもよくなってるこんなもん。それが君らしさやん、うん、ほんで起きるやん、うん、ほんで意外となこといくわけよ。そうやろ、うん、よそ行きにするから悪い。いや、よそ行きやん、やらなあかんやん。でもそんな無理やん、どうせ。え、ほな今でも、うん、例えばクロちゃん元気っていうのを標準語で言える。あ、クロ元気何やってんだよ、お前。もうネイティブな、ね、関東人。腹立つわ、今の。何笑ってんだよ。むかつくわ。もう喋ったれへん。気持ち悪いやろ。気持ち悪いよ。いや、違和感あるけど、でも役やからね。役やから、うん、まあでも、まあ、難しいな、映画言うのはな、手話言うのはな。
あ、まあ自分なりに変えれないもん。いや、そうやけど、これがおもろかったんか、うん、これ最後のね、うん、シーンがあって、そこ撮るとこが老人ホームやった、うん、で、まあ車椅子の乗ってるジジババがいっぱいおって、うん、そこでロケやる、まあエキストラの方なんだけど、そのロケ地がなんと、うちのおかんが5年ぐらい、6年前かに入所しようもとこやった。断られたとこやろ。そうや。喧嘩したんやね、ちょちょと俺が。そうやろ、うん、おやじも死んでもうてんねんって一言言うたんで、だいぶ出やかなと思って、そこでロケやってきた。その所長ってこと艶やん。もうしゃあないわ、気まずいわね。気まずいでしょ、オーバーハンやってんやん。変わっとってよかったって思ってそれそれでも気持ちがほぐれたんや。よそで迷惑かけたらあかんなって思うたやろ、その時に。ところがな、もうまだあんのかい。あの裏でな、タバコ吸わなあかんねんな。裏の灰皿あって、そういうとこでふーっと見て、ふーっと見たら、あれこの景色見たことあるよな思ったら、うんうん、最初の嫁はんとこの実家やったんや。なんか、小さい範囲小さい範囲ですよ。最初の嫁さんとこの実家はまだ親いてはんの？おると思うで。あいつは言っといたか。なんで行かなあかんねん、お別れてんのに。バカお前は。え、でもその娘はそこの娘やろ。だからおばあ、おじいちゃんおばあちゃんの娘、あんたの娘さんからしたら。ただ最初の嫁さん。最初はおれへんの、うん、子供は。おるよ。どこに子供が。何言ってんだよ。腹立つわ。芝居だな。腹立つわ。そうやで、ほんでエキストラの方も同級生 の親がおったりとかな。おもろいのはおもろかった。あ、でもそれでなかった。例えばその過去を知らんスタッフの人とかに、実はあの人ねとか。そうやだから言われるやろ、うん、その同級生とかにおったら、なんであの人出してるんですか、映画褒めできるようになりますよとか、そういう絶対言われる。人殺しますよとか、あいつそこダメですよとか絶対言われたやろ、それ。バカ野郎。ムカつくわ。やっぱムカつくわ、お前。そうやろ、だから、あの、標準語わかんねえ、俺。向いてない。でもまあ、あの劇団四天人間でそういう面でも興味ある映画ちゃん見に行って。いや、そうやから標準語の宮崎県。そうです、だから今度7月10日から、どこやどこや九条シネヌーボー。お、7月10日、7月10日から土曜日から。はい、1ヶ月くらい多分、1週間くらいじゃん。知らんのか。知らん、それは知らんけど、やりますんで、ぜひ、私の白身の演技をご覧いただければと思っております。標準語で、ヒロ君ちょうどよ、標準語でよろしくお願いします。